ここは省エネで、これが私のコンセプトです。覚えることは最小限に、考えて解く力を身につけていきます。なぜなら入試では初めて見る文章を読んで一人で問題を解かなければならないからです。それには考えて解く力を普段から磨いておく必要があります。考えて解く力を身につけるためにやってもらうテキストは、現代文ならこの2冊、古文ならこの3冊です。その通り、薄いです。薄めのテキストを使用する理由は3つあります。1つ目は達成感が得られやすいこと。一つ一つ成功体験を重ねることで自信がつきます。2つ目は内容が必要十分であること。この量に現代文古文のエッセンスが詰まっています。この量の基本を繰り返し徹底して身につけることが大切です。3つ目は復習がしやすいこと。どこに何が書いてあったかが記憶に残りやすいので、困った時に参照しに行きやすく、繰り返し目を通すことができます。合格した生徒さんからは嬉しい言葉をもらっています。省エネ現代文、省エネ古文に興味を持たれた方はぜひ体験授業にお越しください。